何としてもレガリアを破壊する。我がトリコ、私に力を。あの男の思い通りにはさせない。覚悟するのに数を増やす、それだけだ。炎の輪出しを。乱暴な方だ。数を増やす、それだけのこと。数を増やす、それだけのこと。数を増やす、それだけのこと。私は止められない。聞きませんとも。貴様を。この程度か。この程度か。この程度生かしてはおかんぞ、アルテラの力を解放したな。今は耐えよ。一時的であれ、貴様に匹敵する力だ。やつめ、宝具を解放する気か。たった。ほう、やつめ、宝具を解放する気か。直ちに阻め。死ぬぞ。それでいい。あの宝具、貴様らを殺すに十分な威力。なぜ諦めない。なぜ懲りないのだ。痛みぐらい学習しろ、愚か者どもが。入生の力を解放したな。今は耐えよ。一時的であれ、貴様に匹敵する力だ。宝具を解放する機会、直ちに阻め。死ぬぞ。それでいい。あの宝具、貴様らを殺すに十分な威力。入生の力を解放したな。今は耐えよ。一時的であれ、貴様に匹敵する力だ。どこまで私の思想を阻むつもりだ。どうなっている。またしてもこの縁は違うというのか。真の力、我が手にあり。こんなところで消えるものか。なんだこの力は。数値算出、予測をはるかに超える。私の思惑の外だ。よくない。新しい計算式を見つけ出さなければ。
私は私だ。お前もたった今見ただろう。私は破壊しかできない。だから、あとはお前の好きにしろ。世界を救え。お前はやっぱりお前たちと、お前たちを救うべきだ。私と戦うのならそれもいい。だが、ムーンセルのリソースをうまく振り分ければ、未明領域の闇はより深くなる。ここを永遠に隔離することもできるはずだ。今、お前との契約を絶った。マスターとサーヴァントの真似事はこれで終わりだ。この私は放っておいても消滅するが、それでも残った魔力があるからな。お前の手で消してしまうのが一番確実だ。意味はある。私を自由にする方法を探るのはいいが、そうしているうちに私は新たな指令を受けてお前を壊してしまうかもしれない。それが私というものだ。アルキメデスは優勢に組みしたものだが、優勢自身ではない。だから戦うこともできた。だが優勢から指令が下ってしまえば、私は私を止める術を持たない。きっとお前を壊す。一緒。一緒か。そう思ってくれるのならもういい。私はとっくに目的を見失っていた。お前が欲しいのか、月を壊したいのか、それすら分からずここまで来てしまった。もうレガリアは揃った。アルキメデスは消え失せたとしても、優勢は破壊を私に求めるだろう。時間切れの結末にはこれがふさわしい。三つのレガリア、お前が統合するといい。お前自身もきっと修復される。精神と魂が戻れば正しい形に戻る。私と出会う前のセイバーと共にある本物のお前だ。今のお前の感情は一時のもの。私は偽物の、借り物の行為などいらない。お前は正しく人として私と敵対しろ。いつか私を殺した聖剣使いのように。うん、そうだな。それでいい。私はもう十分にもらったから、いい加減解放してやろう。お前は私の虜だったが、お前はもう私の元マスターになる。喜べ、自由だ。それにこれから戦いかねない敵の性能の多くを知っているんだぞ。これほど身のある報酬もないだろう。私は剣以外に何もないから。
これがお前にしてやれる唯一の贈り物だ。本体も目覚めていれば同じ選択をする。もっとも今は自閉モードにあるようだから何も感じていないし何も出力できないが、私という夢を見ているだけの状態だから、うん、隔離するなら今がいいな。夢見るままに消えていける。本当に死ねるならそれが一番いいんだが。無理を言うな。他に選択肢はない。時間はもう私にもお前にもないんだ。だからどうか許せ。わがままで身勝手でも私の願いだ。お前に語っていたものとは少し違うが、叶えてはくれないか。またしても感情か。いや、優勢の先兵として生み出されたアルテラまでもがその不安定さを有するのか。もはや、もはや許せぬ、許されぬ、滅びせるがいい。
妙、妙だ。感情によって行く末を左右される世界など砕け散れ、砕け散れ。収穫する価値もない。私にはスライド権限がある。また別の観測ルートに移動するまでだ。お前たちはここで死ね。愛に焦がれ、絆を求めて苦悶する。その愚行の果てに来たるものが何であるのか身をもって知りながら砕け散れ。私を呼んだな、マスター。マスターか。ついそう口にしてしまった。すでに主従の契約は意味をなさないものだが、お前が私を呼ぶ以上、私はまだお前のサーヴァントだ。だからどうか命じてほしい。あの私はもう手遅れだ。セファールとして起動した以上、アルテラとしての記憶や経験は消し飛んでいる。それはもう私にしか残っていない。どうしようもなく違ってしまっている。アルテラをこの形で夢見てくれたアルテラではない。だから
あるのなら当然試している。そんなものはない、ないんだ。いいか、こうなればもう私たちの前には二つの道しかない。戦って世界を守るか、戦わず世界を失うか。私はさっきから心を丸裸にしているからこう言ってしまうぞ、マスター。どうか頼む、もう二度と私に全てを破壊させないでくれ。あんなものはもう嫌なんだ。そしてそれは返事してしまう直前に私へと届いた私の思いでもある。そうか、さっき契約は切ってしまったからな。まったくやけになっていたとはいえ勢いで行動するものではないな。では頼む、これはお前の手でつけてもらわないと嬉しくない。一度目より何倍も嬉しい。いや、あの時だって言葉にできないほど嬉しかったけど、今は本当に夢を見ている気持ちです。感謝する、私のマスター。セファールよ、他の誰でもない私がお前に破壊をもたらそう。